This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. 福山雅治と曽口亜希太のステージラジオ。3年ぶりに長崎ランタンフェスティバルがやっと開催される、ゲットバックされるそうです。おめでとうございます。いや、地元の祭りなんかもようやくね戻ってきましたね。やっぱりこう光が好きなんだね、みんなね。もともとね、長崎はその夜景もね有名で、そこにまたランタンがっていう、それもそうだし、千葉ドイツ村イルミネーションとかそういうのすごい人気じゃないですか。そう、クリスマスから正月にかけて、あの冬の間はもう各東京とかでももうイルミネーションだったり人がわんさかいましたね。そんな光が好きだったらうちのライブ来い来い。光がありますから、そこに本当に、ね、もうみんながライトバングルでそれはそれはねあんなに美しい光はないよっちゅうぐらいもう光ってますよ。客席から見ても綺麗ですけど、やっぱりステージ上から見たらまあそれはそれまた壮観だろう。あれはまあ僕が一番贅沢しちゃってんのかな、もしかして。いや、すごかったな。いや、でもランタンフェスティバルもね、いつか、まあ、福山さんも忙しいと思いますが行けるといいですけどね、これね。でもそういう地元活性化、地域活性化っていうことが毎月なんかあるといいですね。おお祭りが長崎に。それ新しく作っても別にいいわけですもんね。いいです、全然いいです。だって今でこそ本当に大定着しているよさこいソーランとかっていうのはもともとなかったらしいじゃないですか。今はもう子供から何から全国で踊ってますからね、よさこいは。祭りっていうのはもともとそのね、例えば僕らのイメージとしては元先祖代々受け継がれてきたもので、神様に奉納するものであるとか、なんか神事から派生してるこう印象ってあったじゃないですか、はいはい、神社仏閣ものから。いいっすよね、別にそうじゃなくても。いや、まあね、地元の方々が楽しんでやれるんだったら、まあ、そう、自分たちのために楽しむ祭りだっていうのがあっていいじゃないですか。俺ね、もう去年の年末とかも毎晩阿波踊りの YouTube 見てたもん。何やってんですか。いや、もう感動するよ、阿波踊りの。阿波踊り、それだって踊ってるのを撮ってるだけだと。あなただってなんか人がうどん食べてるだけの動画見るでしょ。ラーメンとかね、ずっとだけとか、ね、大食いとかをじっと見てるんですか。いや、もう阿波踊りすごいよ。あれものすごい、あのために毎年生きてる方ってね、もう来年に向けて、もう終わった瞬間に来年に向けてみたいな、感謝祭みたいなもんですよ。ああね、紅白みたいなもん、終わった瞬間もうその年のこと考えて、このために生きてるっていう。阿波踊りの YouTube 見たことないな。いや、もう早速見てくださいよ。そうですか。今夜。いや、今夜。いや、もうすごい、だからずっと飲めるよお酒。阿波踊りで。うん。ビターってますから、この足のもう出し方から何から。はあ。素晴らしいですよ。いや私も住んでるところの前を地元のまあ、ちっちゃいこの町のお祭りが、まあ、コロナでねこの2年ぐらいやってないですけど、みこしが通っていくんです、家の前を。でそこに私もなんかなんかちょっと入って、みこし担いでいいですかって入ったんですけど、みこしの棒ってめちゃくちゃ太くて痛いんですね、あれ。そりゃそうだよ。であれ見たら、なんか手伝いでいろんなところを巡りながらこう手助けみたいなので、もうみこし担ぎたい人がたくさんいるんですね、あれ。みこしを担ぎたい人がいる。その人の肩のこぶってすごいですよ。あ、そう。見たらもう盛り上がっちゃって。まあ僕も材木屋さんでアルバイトしてたから、その肩の感じっていうのは分かる。だんだん毛が生えてきますからね。え、そうなんですか。擦れてだんだん。あ、擦れて毛が抜けるんじゃなくて生えてくる。生えてくる。皮膚を守るため。進化していくわけ。最後は抜けると思うんだけど。いや、だからその時も担いでる方々の肩見たら、うわ、もう担ぐための肩になってると思って。そうやってね、こう祭りっていうのをこうなんか
作っていくとか、とにかくその長崎地元を盛り上げるっていうのは僕は2024年に向けての大いなる目標なので、はいはい、スタジアムシティプロジェクトはありますから、はいはい、今日はちょっとそのあたりの話も少ししながら進めていければと思っております、はい、では今夜も行ってみよう。福山雅治と総口明久の定人ラジオ。君待ちリクエストのコーナーです、はい、かずみちゃん、職業は小学校の先生、渋谷のラジオで聞いてるかずみちゃん、そして、渋谷のラジオでお聞きのあなた、こんち星人、福山さん、総口さん、こんち星人、こんち星人、先日実家に帰った時に、両親からお土産にと大根をもらいました。うん、ご近所さんからいただいたものらしいのですが、袋から出してその形にびっくり、足が何本にも分かれていて、まるでタコのような大根だったんです。地中で頑張って根を伸ばしていたのだと想像するととても愛おしくなりました。形はこんなだけど、切るとみずみずしくて、サラダにしてもおでんにしてもととても美味しかったです。話は変わりますが、福山さん、総口さんはおでんの具は何が好きですか？私は1番が卵、2番がちくわぶ、3番大根です。そして食べ物の話ということで、今日はスープをリクエストします、はい、あったかくて大好きな曲です。久しぶりに聴きたくなったのでよろしくお願いします。このね、おでんの具問題ね。あ、問題ですか？そんな悩みます？僕はね、実はね、大根ね好きだけど、うん、大根ほどその店の実力や個性が出るものはないから厳しい客、貝原雄山的な来ましたね。なんか今つい大根頼むでしょ。まあ、もちろんだってそれはやっぱ汁吸ってるわけですから美味しいだろうな。ところがさ、あるじゃん、中にはここの大根はちょっとって ない？まあ大根だったら何でも美味しいわけじゃないじゃないですか、おでんの。まあその出汁がね、どうかな。だったらまだ安全なのは卵じゃないですか。でもそこで安全圏に逃げなくてもいいんじゃないですか、別に。いやいやいや、だから卵はね、そんなに出汁吸ってないですもん、確かにね。で、大体卵ってどこで食べても卵だからまあ、あの、驚くほどまずい卵ってあんまないですもんね、別に。巾着、餅巾とかも俺好きなんだけど。餅巾ですね。また餅巾も中の餅が溶けすぎてもどうしようもない、こう。あとなんか変に硬かったりして、あれ硬すぎ、中に芯が残ってるのもあるでしょ。あれも非常に難しい。牛すじはまあある種安定してるよね好きなのは、そういう意味で好きなのはイカ天とかごぼ天とか練り物系ですよ。これ大体安定してますから。ゲソとも言うけどね、ゲソ天とか入ってますね、美味しいですね。練り物好きですね。練り物好きですよね、本当ね、この番組で何度も。まあだから結局おでんの具で何が好きかとかそういうことじゃなくて、練り物が好きなんですよ、ね、そうですね。だから多分うどんとかでもそういう練り物が上に乗ってるのって好きだなみたいな。大好きだ、もう練り物好きだ。そうですよね、ごぼ天とかね、うどんね。というわけで、必ずおでん屋さんとかないしはおでんがあると練り物は必ず頼みます。では藤原さくらさんでスープ。年をとってもシワになって、一緒にいて恋のスープを二人で味わい尽くしましょう。
地底人ラジオはラジオ愛あふれる各一流放送局、渋谷のラジオ、 NBC 長崎放送、 HBC 北海道放送、 RKK 熊本放送、福岡 RKB 毎日放送、大阪 MBS ラジオ、 OBS 大分放送、 RFC ラジオ福島、長野SBC 信越放送、 MRT 宮崎放送、富山 KNB 北日本放送、岡山 RSK 山陽放送、広島 RCC 中国放送、鹿児島 MBC 南日本放送、 YBS 山梨放送、 RNC 西日本放送、宮城TBC 東北放送、 ROK ラジオ沖縄、新潟 BSN ラジオ、愛知岐阜三重 CBC ラジオ、兵庫ラジオ関西、 RKC 高知放送、 KRY 山口放送、以上全国23局ネットでお送りします。さあ福山さん、うん、今日はオープニングから、まあ、地元愛あふれている放送になっておりますが、うんうん、福山さん、その長崎への思い、長崎にまつわる動画が昨年末に公開されました。あ、そうですね、私も司会としてお手伝いしました、うん、ありがとうございました。長崎の編にゃんとか船場対談という、うん、そう、私もその大井知事に会って初めて知ったんですが、2022年39歳全国最年少の県知事という、そうなんですよね、まあ、実際あってもなんかすごくなエネルギッシュで若い方っていう感じでしたけどね、うん、でその大石知事と福山さんは長崎の編のクリエイティブプロデューサーということで、うん、その大石知事と福山さんが長崎県の変化、ね、今抱えている問題だったり、これから未来について熱く語り合った動画、うんうん、いやこれ結構いろんな反響を呼んでいるようですね。なんかね、ありがとうございます、ちょっとご紹介いただいても、はい、実際にですねどんなツイートがあったのかというね、うんうん、ピースさん、最初に長崎からあまりいい離れ方をしなかったからこそ、まあ、福山さんがね一旦ね長崎を東京に出てきたっていうね、うんこういった活動の根源に恩返しが見えるし、うん、福山さんの謙虚さも企画をより良いものにしていると思います、はい、ゆきこさん、にゃんとか船場対談、先月久しぶりに訪れた長崎で、町が大きく変わろうとしているエネルギーをこのゆきこさん感じましたと。
そして吉江さんですかね、うん、長崎の未来は明るい、お 住めるなら住みたいっていう長崎、移住したいねなんていう方もいる。ありがとうございます。そうですね、ピースさんがおっしゃる通り、当時僕はその18歳で僕は長崎を出たんですけど、長崎という街が好きではありませんでした。というよりも長崎という街でくすぶってる自分が好きじゃなかったから、八つ当たり的に長崎の街が好きじゃないと思い込んでいたというのが正確な表現、うん、説明ですね、うん、自分が好きじゃなかったんですよ、長崎の街にいる自分が。まあだから東京のいろんなのを探しましたよ、音楽専門学校とか、はいはい、まあ、今でももちろんね音楽専門学校がありますけど、あ、そういうのに入ろうかなと思ってた時期あったんですね。思ってた、で そういうとこに入るために、一番割のいいアルバイトってなんだっていうので、僕バイクが好きでバイク雑誌読んでたから、バイク雑誌の広告見ると、当時バイクの即配便っていうのがちょうど出始めた時期だったんですよ、1980年代後半って。即配って書いてあるね、即配が、うん、で量も完備してると。おで結構高かった、25万円とかそれぐらいもらえる、で18歳から可能って書いてあったから、最初は長崎にいた時はバイク便やろうと思ってたんですよ、東京に行って。いやいやいや、東京に行ってバイク便やって寮に住んでお金貯めて音楽専門学校とか行こうかなとかぼやーと思ってたんです。でも実際に行ってみると、なんか道も知らないやつが配達できるかっていうごくごく当たり前の疑問に、今みたいにスマホとかもないからこれ、ね、そう、なんか長崎にいたから長崎の道はなんとなく知ってるから、はい、なんかそんなつもりで東京に行ったんだけど、いやちょっと待てと道知らんぞ俺道知らん人間がそこ、いや変だ。福山雅治と曽口亜紀さんの地底人ラジオ。地底人ラジオ、ここからは2022年12月31日大晦日、そして2023年元日の福山さんに密着ラジオセルフィー。12月31日大晦日、時刻は8時50分です。冬の大感謝祭、本番5日目に向かう道中からお届けします。福山さん、おはようございます。朝ね、8時つっても朝ですね。そうよ、はい、今普通に8時50分ですって言ったから、こうなんかもうそのまま NHK に向かいそうな感じでしたけど、あ、すいません、午前中です。午前中ですね、もう全然まだ朝ですね。そうです、忙しい一日の始まりですよ。そうですね、うん、昨日は寝れましたか？寝ましたね。あ、唯一この感謝祭期間の中で夜ゆっくりできる時間が昨日だけでしたからね。まあ昨日もいろいろありましたけど、あの昼から全体リハがあったんで、はい、24、25本番やって、はい、26、27、まあ、ラジオで撮ったりとかして、いろいろ、すみません、詰め込みました。はい、もう喉がですね、もうこれどうにかなってしまってんじゃないかないよいよと、はい、デビュー前のあの時以来のところが、驚異的な回復力でそれを乗り越え、はい、で唯一昨日の夜がゆっくりできる時間だったので、まあテレビでレコード大賞とか見ながらね。そうですね、すごかったですね。俺さっきまで石川さゆりさん紅白歌合戦のリハーサルいらっしゃったんだけどなって、いやでもやっぱ年末は石川さゆりさんのね、はい、姉さんのやっぱ歌聞きたいじゃないですか。そうですね、しまんないですよね。まあ年末だけじゃないですけどね、はい、もちろん年末だけじゃなく、はい、あ、なんかこう年末に石川大先輩のあの姿と歌声を聞くと、まあ一年が終わるなっていう感じがね、はい、いかれてました。レコ大の方にもで、私どもはそれを見ながら、ああこうだねこうだねって、あ、こういう新しいアーティストいるんだねとか、いろんなことを言いながらのんびりとお食事をし、
割と早い時間にもうバレて、僕はもう12時ぐらいにはもう寝てたんじゃないかな、昨日は。割と昨日飲まれてましたもんね、いろいろな方向性を。いや、唯一もう昨日だけですから、もうゆっくりできたのが、今日はもうライブやってそのままほぼ飛び出しで NHK ホールに向かって、でまあそこからなんだかの場合準備してっていうのも多分あっという間ですよ。いや、なのでその分刻みに結局なっちゃって、お眠にならないかなと思って、それはちょっと心配なんですよね。ねえ、僕もう眠たくなっちゃったよって。紅白、そうですよね、もうてっぺん近いですからね、出演も。そうですね、だからまあ移動中にちょっと一回寝れたら寝るって感じだけどね。じゃあちょっとバタバタと本当に史上最高に忙しい12月31日ですが、そしてそれが終わって終わりじゃないっていうね。1日もライブがあるっていう。いや、ちょっと到着しますよ。はい、じゃあ行きます。はい、よろしくお願いします。はい、2022年12月31日大晦日、もうすぐ朝9時になります。いや、ゲットバックしてきました、ついに。福山冬の大感謝祭その20、ゲットバック。福山さんが乗った車が今高速降りてこのピア MM アリーナに向かっているということで、車入ってきた、今来た来た、違うな違ったよ今すごいざわってなったから、違った違った、今すごいみんな違いましたっていうなさあ、福山さん今日ね、どういう感じで、多分まあもう想像ですけども、もちろん今日も福山へ全身コーデで現れるであろうっていうね、まもなく福山さん到着、緊張感高まっております。あ、来る来る、着く着く、誘導の方に導かれて、あー、これだ、いつもの福山さんの車が入ってまいりました。あ、と思ったらコンさんが前を通って、おはようございます、今日も頑張ってください、はい、あ、福山さんの車が今目の前にスーッと止まって、あ、これ全身の白のフーディーで、全身福山、おはようございます。あ、総口でございます。総口さん薄着だねいやいや、思ったより寒かったっていうでしょ。いいですね、この全身福山コーデ、フーディーにまたにじいちゃんも来て、あ、トートバッグも当たり前ですけども、あ、これちゃんとやっぱ靴下も福山屋で、これ多分見えないですけどもパンツも福山屋っていう、全部さすがですね。だって福山だもんいよいよ来ましたよ、大晦日。大晦日ですよ、ね、今日あのところどころ密着したりするんですけれども、はいはいはい、お願いします、すいませんね、あのあまりね、こう喉を使うのはあれですが、あの大晦日に向けての、そして紅白もありますけども、一言気合をちょっと、はいはい、聞いてもいいですか。いや、もう体調をバッチリ整えてまいりましたから。いや、29日私も見させてもらいましたけど、素晴らしかった。ああ、ありがとうございます。はいはいはい、あ、 そしてね、こっちの乗りますか。唯一ね、はい、昨日の夜だけが、はい、まあゆっくりできる時間だったんで、今もさっき実はホテルからの移動の車の中でセルフィーでも話してたんですけども、はいはい、まあ、レコード大賞で見ながらね。あ、見てましたか。ゆっくりこう部屋でお食事して。あ、そうですか、うん、神棚にご挨拶しました。あの首にね、なんかちょっと赤いこうポチってなんかできてて、え、あ、嫌だと思って、はい、やだ、もうこの首からデコルテにかけて綺麗にしなきゃと思って、でちゃんとお薬塗って絆創膏を貼って寝たら、本当だ、ちょっとあるでしょ。でもね、これ全然、これだったらね、ファンデーションでこう、あ、なんでみんなそれ近づいてくるの。新田さんで近づきすぎですよ。おかしい。今カメラ4台ぐらいグーってきましたけど、ちょっと待って、その、構えてて、はいはい、構えてて、はいはい、おかしいよこれ今、赤いポチができたに向かってグーって寄ってきましたからね、今もう動画にしました、動画にね、なんで使うの。そうですよねさあ、いよいよ今日の楽屋近づいてまいりました。はい、今日も長い一日になりそうですね、これね。
まだしね、今日今から夜が8時で12時間、16時間ぐらいですか、今日は。まあ本当に一番紅白の最後の最後までいらっしゃるわけですもんね。いや、眠たくなっちゃわないか心配ですね。それが一番心配ですね。そうですね。あ、おはようございます。それが一番心配ですよ、眠くならないかどうか。はい、梅の陣って聞いたことあります。梅の種の中にある。ああ、な、中にありますよね、なんかね。なんか小田原の小田の、はい、梅の陣の入った梅干しなんです。疲労回復と炎症を抑えるんです。これも良いそうです。おー、美味しい。1回3粒以上は食べない方が。あ、そんなに効いちゃうから。結構トンさんもそういうのは本当に効きますからね。よかったら試して。ありがとうございます。すいません、お気遣い、ありがとうございます。いや、そう、こういうやっぱりね、皆さん本当に万全の体調を整えての大晦日。ああ、金が新年。楽屋見えてきました。ね、金が新年だ。ああ、ありがとうございます。では、頑張ってください、福山さん。はい、じゃあ、今日一日よろしくお願いします。はい、失礼します。ご紹介お願いしてもよろしいですか。はい、バイオリンの金原千恵子です。3年ぶりの感謝祭。いやー、ですか。すっごい楽しいです。なんだ、何が。そんなに違う。だってさまざまなステージやってらっしゃるわけですもんね。そうですね。でツアーもあったじゃないですか。そうですよね。もちろんツアーも楽しかったんですけど。はいはい、なんだろう。いや、なんかやっぱ感謝祭ってなんか違うんですね。すごく違うっていうことを今回めちゃくちゃ感じました。マスクしてますけど、お客さんの顔とか見てどうですか。いや、もうすごい。で、ちょっと心の声が割と漏れてるじゃないですか。はいはい、なんかその感じがまたすごい、うわ。ちょっと待って、爪が可愛い。ありがとうございます。いや、全部可愛い。なんかだからみんなやっぱり待ちに待ったっていうかね、感謝祭っていうのもあるし、みんな気持ちは一つで多分もうつながっていると思うので、もうこのまま良いお年を迎えて、うんうん、来年もいい年にしましょう。お世話になっております、ベースの高水健二です。礼儀正しい。よろしくお願いします。今回のステージ今日5日目ですけども、はい、いかがですか。あ、なんかあのだんだん厚みが増していってるような気がしますね。うんうん、お客様の様子見ててどうですか。どうでしょう、まあ皆さんすごい楽しんでらっしゃいますよね。うんうん、で誰か、うんうん、リーダーの人がいるんじゃないかっていうぐらいにものすごいなんかまとまりを感じるすごい、あの統制の取り方すごいですよね。そうですよね、なんか いつもながらやってる感じで、いないでしょ、その、うん、いや、いないでしょ、なんかいるかのようにね。それはやっぱり福山さんの気がそういうのを作ってるんじゃないですかね。ではファンの皆さんに一言もらってもいいですか。あの毎年本当にありがとうございます。いつも元気つけてもらって、あの励ましてもらっております。ありがとうございます。最高のステージ期待しております。ありがとうございます。頑張ってください。はい、どうも失礼します。どうもありがとうございました。こんにちは、パーカッションを担当しております三沢マタロウです。あ、そこはマタロウです。やらない、もう言っちゃったんですか。すいません、マタロウです。マイクに向かっていちゃ指さす。ありがとうございます。どうですか、やっぱりなんか年末にやる感謝祭ならではの楽しさってやっぱあるんですかね。ありますね。なんか高揚感が違いますもんね。年末ってなんでこうどんどん正月に近づくにつれてこうなんか盛り上がってくるんですよね。なんかワクワク度がね、日に、ね、今回のセットリストの中でマタロウさん的に特になんかこうこれはやっぱいいなと思う。なんか久々でやっ、はい、覚えはあんましなかったんですけど、リハの時に以前の資料を聞きましょうって聞いた時に、はいはい、あれ俺叩いてんじゃんみたいな、はい、覚醒も、ね、あれ、ね、久々で嬉しかったですよ。そう、あ、はい、本当ですか、はい、で今回夏のその1回からシステムを変えて、はいはい、僕もあの電子ドラム、あ、そうだから今回見た、あ、ま、じゃあどっちがあの、ね、山木さんどっちだって一瞬分かんなくなるような感じの。そんなのもありまして、はい、なんかね、やっぱり叩き方違うんですよ。電子ドラムって、はい、だからいや変な足ポッと触るとパンってなってくれたりもする設定もできるし、そうか、スナップがバーンって叩かなくても思いっきり何クソっていかなくても、まあ、フォルトは出るっちゃ出るんですけど、でも実際は、まあ、力入ってますもんね。やってますもんね。でもやっぱり
腕の疲れ方とか生とはちょっと違うところを使ってるかもしれないですね。ちょっと新しい発見、なるほど、今回ありました。じゃあ今日もステージ頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。はい、どうもまたろうさんでした。はい、さよなら。またろうです。またろう、はい、3年ぶりの感謝祭。そうですね、もう本当に感動ですね。このエネルギーが迫ってくる感じです。これでね、やっぱりライブはこれですね。変わらずあの山木さんのパワフルなドラム、いやもうすごいですね。いやいや、もうね、体どうなってるんですか本当に。いえ、これは、普通の普通の体神経で叩いてますから。アコースティックドラムは肉体筋肉で叩くんですけども、いや、マタロウさんもそういうことちょっとおっしゃってました。でしょう。タイミングはやっぱりすごくシビアになるんで、うん、そこは電気ドラムのその自分の神経が非常にものを言う楽器ですよね。今回その福山さんとやられて、なんか印象に残っていることとか何かあったりしますか。なんかどん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 こうスケールが大きくなってくる感じが。今でももうマックス結構でかいですね。でかいですね。さらにでかくなったんですか。体もでかいし、ごつくなってます、ね、声もでかいし、連日歌っても全然大丈夫な感じで、もうすごいですよね、喉がね。よくまあ何日も何日もこんな大声出して、大丈夫だ。今日最高のステージ期待しております。ありがとうございます。山木でした。あのパートとお名前一応じゃないですか。はいはい。はい、伊藤担当しております、小倉博一です。小倉ちゃんです、よろしくお願いします。そう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 、すみません、私小倉ちゃんって言っちゃってね。いえ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 、ステージラジオでも、テーマさんがあのあやかしをね絶対やりますよって言って、はい、あやかし弾きながら歌うんですかって言ったら、いや弾きながら無理だって。あれは弾きながらだとねちょっと難しいですね。小倉さんの時どうなんですか。いやいや、やっぱりね、あの素晴らしいですよね。あのどんどんやっぱり、はい、クラシックギターっていうの、あのやっぱマジね、あの映画からね、あれをやってから随分変わりましたよね。やっぱプレーのその幅もすごいですし、やっぱり弾き語りの時にクラシックギターをあえて使って、ああいうアレンジでそれで弾き語る人って多分いないですからね。もう独壇場の、まあ、ギターももうあのギターすごいんですよね。あのあやかしで使ってるギター、どこまでこれ放送に乗っけられるかわかんないですけど、ね、いや自分で言ってます、あのなんかものすごい、うん、あの値段のするなんか貴重価値のある値段っていうか、はい、だからお金の問題じゃないところに行ってます、ね、そうですか、ね、いやいや、だからそういうギターで弾かれちゃうと、はい、そのライブでやるのもちょっとこれ何を使えばいいんだっていうね。あ、小倉さんもってことですか。そうそうそう、思いますよね、それは。小倉さんのレベルでそんなこと考えちゃうんですか。いやいや、何言ってるんですか、もう本当に。そうですか、うん、じゃあ俺はどうやってあのその負けないようにやってきたんだ。プレーも素晴らしいし、だから僕はそこであのマーチンの、はい、それまた素晴らしい、1908年の、1908年、はい、1908年の、はい、00の4号っていうね、これももう本当にまあ素晴らしい楽器なんで。福山さんもよくプリウォーとかなんか言ってますけど、ね、あ、そのプリウォーですね。プリウォーどころかだって第一次大戦の前ですよね。そうですそうですそうです。マーチンは1833年に、はい、あのドイツから移民でニューヨークに渡ってですね、はいはい、それであのそこで店を開いてそれから始まってるんですけど、はいはい、まあ、やっぱそういうもので弾かないとどうもやっぱ気分がね。でも もちろん音も違うんですけど、そうですか、まあ、なかなかライブで振り回すようなものじゃないんですが、はい、でもやっぱここではやっぱりそういうレベルで音楽やってますから。触ってあなただけ求めて、あなただけ見つめて、だけど逃げてた愛を怖がってた私の奥、その喜びと切なさの狭間で、そしてあなたの胸じゃなくのでしょう。これけばさんといろいろ話してると、そういう
ところまで本当にこうフラットに話せるっていうのは本当にないです。杉山さんありがとうございます。いやすごい素晴らしいものを、改めてその2023年、うん、どんな年になりますか。いやそういえばですね、はい、あの私ですね自分の誕生日1月28日なんですけど、はい、アルバムをちょっと出すことになりました、はい、すみません。これも名義で奏でております。その中で1曲お届けしたいんですが、どの曲。もういいです、大丈夫です、もちろん聞きたい聞きたい聞きたい。で本当にどの曲いきますか。いいですか。もちろんです。じゃあもう新年ですよね。いいですか。すっごい元気な曲を。おいいですね、はい、いつまでたってもその音楽の場所っていうのは僕らにとってもそれから皆さんにとってもあの遊び場っていうことですね、うん、じゃあプレイグラウンドという元気な曲を聴いてください。ありがとうございます。これはですね、あのマーチンの鉄弦なんですけど、はい、1938年にですね、作られた、はい、マーチンの D45 という、はいはい、これも本当に素晴らしい、はい、これもちろん福山さんも知ってらっしゃるタイプなんだけど、はいはい、スノーフレックスっていうそのとも言われてるみたい、はい、それですね、はい、あのタイトルのスノーフレックスっていう、あ、はい、ギターの名前がアルバムの名前になってる、はい、はい、そうなんですけどね、あのとにかくそのギター1本であのソロパフォーマンスを今回初めて挑戦しました。そうなんですか、はい、ありがとうございました。もう朝10時になるところですかね。あ、出てきた。何、どうした。リハーサルに行くということでそこまでちょっとついてくる。なんで脇腹を揉みながら私どうしたんですか急にいやいやそれあのセコンドの人ですよね格闘家のだいぶなんかシャープさと筋肉質を感じを取り戻されたよ。なんとかこう2023年はそっち方向に振っていきたいと。そうですね、はい、福山さんもねトレーニングもう少しやりたいとおっしゃってましたけども。いやちょっとね年末特に足りてなかったですね今回は。いやねちらっとあの DSP さんから聞いたんですけど、まあ、とにかく本当に忙しかったっていう。まあそれもあるんですけどちょっとね、はい、あの脇腹をねどうしたんですか。あの家でこう酔っ払って歩いてたらぶつけちゃってちょっとごめんなさい。それが結構さ覚えてる、あのプライドでミルコとシューバーが一番最初に戦った時に入ったあのミルコのミドル覚えてないですよ。覚えてない、ごめんなさい。俺全然覚えてる。そうですか。 それぐらいの衝撃が、それと同じぐらいの痛みが、わかんないけどね、シューバーの、はいはい、シューバーの気持ちはわかんないけど、はいはい、シューバーからしたら聞いてないよって言うかもしれないけど、聞いてない、ここは 俺のリングだって言ってたけど、ステージが近づけバーシーって入ったような感じ。それでちょっとねトレーニングが、ね、あ、そうです。あ、ごめんなさい、もうステージ上がってこないとリハ、はい、頑張ってください。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、ソークさんよろしくお願いします。ごめんなさい、なんかエピソード脇腹のことしか聞けなかった、なんかステージに登っていく気持ちとか、なんか今日こういうことチェックっていうのが全く聞けずにあの見ることバンダレーシューバーの話しか聞けなかった、まあいつもの感じですけどさあ、キャプテン井上彰さんもね、あ、もうみんなバッチリスタンバって、この後いよいよ大晦日のライブ向けてのリハーサル始まります。おお、山口さんドラムからリハーサルはまさにあの名曲虹のチェックから。
さあリハが始まりました。私は今会場でいうとこの C4 ブロック1列1番花道の突端レベソのところ、まあ、まさに今目の前でマシャが幸福論を弾いて歌ってます。ただ本番のコンサートと何が違うのかって一つ大きな違いがあって、福山さんリハ中は全く笑顔がないです。結構鋭い目であたりをこう360度チェックしながら完全に真顔の幸福論初めて見ましたけど、これが神経を張り巡らせているリハ中のマシャだ。今福山さんがリハーサルで桜坂を軽く地声も交えながら歌っております。聞いてみましょうか。それが終わったみたいです、はい、じゃあ我々もちょっと先回りしてね、はい、なんか楽屋に、ね、戻りながら話していればと。なんか DSP さんと何かを演出について確認しながら、オレンジ系でまあまあ押しながらでいいと、あんまりあんな明るくなくていいので、はいはい、了解です、はい、じゃあ色ピン当てて落とし目っていうことでスタンバイしておきます、はいはい、でなんか写真をチェックしてる。はいはいはい、どうぞどうぞ。すごいな、ブルースのコンテンツ。あ、私もいた。あ、すいません。あ、どうぞ。すいません。いやいや、上がっちゃった。すいません。いや、今日はでも桜坂の紅白の前にダブランコールの桜坂っていう。桜坂もちろんするって、もうそれ先に、はい、この木の桜坂を聴いていただいて何も足さない、何も弾かない桜坂。ああ。昨日桜坂聞いていただいてからの紅白ですよ。一番良くないですか。ファンの皆さんにまず木の状態、木の状態、そう美味しいところ、いわゆるまあ魚の本当にもう池作りみたいな、はいはいはい、魚でいうと池作りで、もうお肉でいうとシャトーブリアン、あ、そうですね、まさに中心部分、そう、そこをまず、うん、蒸し上げいただいて、そこからの紅白です。ここはちょっと火入れた感じ、ね、あ、そうですね、ちょっと火入れてみましょう、ね、わかりました、あれ、お疲れ様です、よろしくお願いします、本番頑張ってください、はい、しまった、もっといろいろ聞こうと思ったけど、今度はなんか調理法の話しか聞けなかった、なんか、あ、扉閉まりました、はい。福山雅治と総口明人の地底人ラジオ。地底人ラジオ、引き続き総口さんによる福山冬の大感謝祭密着レポート。トロンボーンの村田です、はい。はい。トランペットの西村です。はい、サックスとフルート竹野です。はい。ね、福山さんも3年ぶりの感謝祭とおっしゃってますけども、はい、今日5ステージ目大晦日ですけども、はい、今までのところいかがですか。すごい久しぶり感があるかなと思ったら意外になく、あ、そうですか、なんかまあちょこちょこお会いしてるっていうのはあるんですけど、でも割となんかこうメンバーもいつも同じメンバーで、スタッフもみんな同じなんで、もう全然こうそういう間が空いた感じがなくてスッと入って、しかもブラスが入るのって結構久しぶりで、うんうん、ですよね、違和感なくスッと入ってこれた感じがやっぱりいいかな、すごい良かったです、はい、あ、まあそんなもう全部言われちゃったいやいやいや、でも本当に思い出したっていう感じで、はい、こういう感じだったなみたいな、てな感じですね。はい、今回僕山本拓夫さんと、はいはい、スケジュールは分けての半分ずつの、はい、なので、今日僕
は自信、僕個人は2日目なんですけど、まだまだ新鮮な気持ちなんで、はい、引き継ぎとしてしっかりやりたいと思ってます。はい、ブラス入るの久々って話ありましたけども、はい、福山さんって毎回ライブやるたびにこうアレンジを進化したりしてるじゃないですか。その辺今回吹いてみていかがですか。そうですね、だから構成が変わったりとか、うん、結構細かく、まあ、当日リハーサルもそうですけども、うん、割とこう細やかにこうチェックしていったりとかするので、面白いですけど間違えないようにしないとでそれ結構あのビクビクしながらやってますね。ビクそうですか。はいはい、はいはいはい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。じゃあまずは自己紹介お願いしてよろしいですか。ギターを弾いてるコンと申します。コンさん、そんなにマイクに近づかないと3年ぶりのね、感謝祭いかがですか、はい、今。いやー、やっぱり福山君、うん、気合入ってますよね。まあ、いつももちろん気合入ってるんでしょうけど、もちろんそうなんですけど、なんかいつもに比べてより一層、そうですか、なみなみならぬ、なんというかその思いが。それ例えばどんなところでちょっと感じたりしますか。演出の部分ですよね。あ、そうですか。うーん、ほら、音楽の旅的な、はい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 、はい、だからその場にいながらにして、こう、まあ、昔でいうトリップですよね。なんかそれ、そこにすごくこだわってるのかなっていう、はあ、視覚的にも、はいはいはい、あとライブ、コンサートをやるたびに福山さんとこうアレンジだったりもいろいろ進化していきますけど、それってコンさんから見てどうなんですか。はい、いや、素晴らしいことだと思いますよ。毎回ちょっと変わってるわけですよ、いろいろこう。そうですね、マイナーチェンジちょこちょこっと、うんうんうん、特にじゃあコンさんがここはちょっと注意してとか気合入れてやらなきゃみたいな曲って何ですか。一番難しいのは、はい、ピースインザパークえ、そうなんですか。なんかね、障害物競争みたいな感じえ、どういうことですか、障害物競争みたいな。ちょっとあちこちにこう仕掛けがあって、で結構音の切り替えもすごく微妙で、立って演奏できないんですよ、 両足ずっと使ってるあ、意外とそういうところがそう難しかったりするんですか。そうですね。アルバムの1曲目の時はそんな曲じゃないんですか。で、まあ、いわゆる増築改築いろいろやってるうちにあちこちにそういうのができて複雑な構造になっていった。そうそうそう、そうですか。ずっと踏みにくいけどだいぶ覚えましたけど、ね、あ、そうですか。で、2022年、今年はコンサートってどんな年でしたか。楽しい年でした。あ、そうですか。もちろんライブもやったり、ライブも、プライベートもなんかそれなりの充実、まあ、新しいバンドのレコーディングをずっとやってたりとか。あ、その話聞かせてください。ちょっと、あ、そうなんですか。いいんですか。そうそう、ドラム山木さんで、はいはい、言っていいのかな。ボーカルダメなんですか。ボーカルもういダメだったら教えてください。今月発売になるはずなんです。ああ、1月、はい、1月28日、あ、じゃあ2月ハーミットっていうバンド、山木さんドラムで、コンさんギターで、で、ボーカルが高橋陽子さんっていう、残酷な天使の水谷の。そうそうそう。あ、そうですか。ちょっとエンジニアが一人メンバーとしていて、ちょっと変わった編成なんですけど、あ、ハーミット、はい、1月28日リリース、はい、そちらもぜひ。今年も素晴らしい年になるように、みんなで何を頑張るのか分かんないですけど頑張りましょう
今日も最高のステージ期待しております、はい、ありがとうございます。じゃあ自己紹介お願いしてよろしいですか。キーボード井上明です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの福山さんは3年ぶりの感謝祭とおっしゃってましたが、はいはい、井上さん、明さんから見てどうですか。やっぱり、まあ、このツアーがあったんで、はい、まあ、お客さんのいるコンサートっていうのは、まあ、割と慣れたとはいえ、はいはい、やっぱり改めて横浜でっていう、うん、まあ、3年も経ったんだっていう感じですよね。うん、びっくりです。あのコンさんが、はい、今回の福山さんもいつも気合入ってるんだけど、なんか格別に気合が入ってる気がするとおっしゃってますけど、アキラさんから見てどうですか福山さん。ああ、まあそうかもしれないですね。うん、まあでもどうなんだろう、なんか僕が見てる分にはいつもなんていうかこう、スーパークールな、アクターなので、うん、もちろんその内面的なところでもね、あの3年ぶりっていうこととか、うんうん、それからお客さんとのそのコミュニケーションの取り方をその3年間に身につけた新しい、うん、テクニックっていうか、うん、アプローチっていうのはなんかこう煮詰まってきてるなっていうのは思います。うん、最後に一言、はい、なかなか普段言えないけど、はい、福山さんに今一言声かけるとしたらどんなこと言ってますか。あ、よく働くね。いやあなたも。いやいやいや、ま、自分、俺も働いてるけど、ね、あ、俺も働いてるけど、はい、映画もやってねっていう、そうですね、はい、今年も2023年も多分お付き合いいただく、はい、と思いますので、今日も最高のステージ期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。働きましょう。働きましょう。55分ぐらいですかね。あのお客様もね、座席にお座りになっていよいよライブを待ってる状況。楽屋の前ではメンバーの皆さんがエンジンを組んで、この後福山さんがいらっしゃって恒例の気合い入れステージへと向かうという段取りになっております。福山さんのね、部屋の前で。ジャケットを2種類持って一緒立ってるんですよ。で、自分の楽屋から出てきてさっと袖を通してこっち来ると、こうスタッフが部屋から出てきましたということは、ご本人が今出てきて、お、すげえ、なんか本当ドラマみたいです。出てきてさっと袖を通してこっちやってくるっていう。来た福山さんが今長い廊下を渡ってご自分の楽屋からメンバーの待つエンジンへやってまいりました。行きましょうか。あ、総務さん。あ、いや、そうですね。急にいいです。総務さんです。5日目でございます。よろしくお願いします。あ、大丈夫ですか。入りました。ありがとう。5日目でございます。皆さんお元気でしょうか。僕元気です。あ、よかったです。よかったです。はい、おかげさまで、はい、練りに練られていってると思います。より、完成度の高いライブになっていってると思います。夜中まであるんですけれども、よろしくお願いいたしますけど、はい、明日もありますけれども、はい、はい、気持ちよく乗り切りたいと思います。はい、では本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これでいよいよ大晦日本番です。3年ぶりにこの横浜のステージに帰ってきましたよ、横浜。ありがとうございます。届けます、全部見えてます、しっかり届けます。ありがとうございます。一番上まで、ちょっとアリーナも、ね、後ろも、今回のですね、大感謝祭、この3年ぶりですから、港未来に戻ってまいりました。ゲットバックしてきました。ステージセットもですね、イメージは未来の港未来をですね、イメージしています。現在、過去、未来と様々な情景を、思いを馳せながらですね、音楽とともに、音楽の旅をですね、今日は一緒に12月31日に音楽の旅をしながら過ごしていきましょう。18歳で長崎駅のホームから僕のこの音楽の旅は始まったと、まあ、言ってもいいと思うんですけども、まあ、ほぼ何もできてなかったんですけどね。まあ、今53歳になりまして、この僕の現在地、音楽の現在地をこの大感謝祭みなとみらいというところに今のところたどり着いています。さあ、これから先一体どんな音楽の旅が続いていくのか、ね、しばし一緒にご乗車していただきたいと思っております。よろしくお願いします。
もう少し気をつけて。また会いましょう。また会いましょう。良いお年を迎えください。またね、バイバイ。2022年12月31日大晦日ライブが終わりまして、今時刻は6時半ですね、福山さん楽屋から間もなく出てきて NHK ホール渋谷に向かうということになっております。まあでもね、やっぱりもう喉をなるべくこう使っちゃダメというかね、なんか申し訳ない気もしますけれども、まあ、せっかくなんで最後までちょっと今日密着してみようかなと思っております。さあまずは福山さんの楽屋からスタッフの方が出てきました。おダニエルさんが出てくるという。普段コットンしか着てるの見たことがないダニエルさんが今日はスーツを、あさあ福山さん出てきました。上下白の福山屋のフーディーを着て、ね、福山屋のトートバッグ全身福山屋のファッション、お疲れ様でございました。あもう喋れなくて結構です、はい、素晴らしいライブでした。いやあのなんとなくあのそう手挙げてお疲れお疲れってね、喉を使わない、一応あのくっつくだけくっついていきます、はい、まだ結構時間ありますね。とはいえもうそんなないじゃないですよ、紅白があと多分50分後ぐらいに始まるって始まっちゃうんですよね、はい、さあ着きました、どうぞ受けます、はい乗りますさあ出られて楽屋を抜けて皆さんのね声に送られて、そして相変わらずやっぱりカメラが4台ぐらいですねあさあ手を振りながら、では頑張ってください、あ行ってきますいただきました、ありがとうございます、頑張ってください。さあいつもの車に乗り込んで、いやー楽しみだな。加山さん乗せた車が今会場を後にします。そしていよいよ渋谷にあります NHK ホールへと向かっていきます。楽しみに見ますからね、頑張ってください。もう雲一つないですね、これ新春ライブ日和ですよ。そして昨日もあの紅白お疲れ様でした、白組優勝おめでとうございます。いや白組優勝しましたね、嬉しかったですね。山さんのいい笑顔が出てましたね。いやいやいや、もうねそもそもね、はい、テレビであんな風にこう感情をあらわにするのはもう照れくさいし恥ずかしいしできないんですけど、はい、出ちゃいますね。いやもうあれはもう全然良かったと思います。今日どんなライブになるんでしょうね。元日公演って初めてなのと、はい、昨日の紅白を受けてのどんな
感じなのか、はい、喉は大丈夫ですか。持ちますね今日一日分は。はい、なんとか体調管理できたので、はい、今ちょっとまだ声が起きてないのと、まあ、疲労した、はい、疲労した声帯になってますけども、はい、まあ今から本番が16時でしょ。そうですね、まあまあまあ何も喋らんで黙ってればバーン出ますよ。はい、もうそれはもう三十何年自分の喉と付き合ってますから、何がどうしたらどうなるかってのはもう分かりますから。はい、間もなく着きますね。今日はみなとみらいは正月ゆえに観光といいますか、人も結構いらっしゃってますね。そうですね、あ、皆さんの写真撮られて、あ、これはライブに来られる、あ、ライブプロダクトのレースですね。あ、ライブプロダクト、あ、お並びいただいてありがとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。本年もよろしくお願いします。いや、 やっぱね、紅白白組優勝というので、はい、もう昨日はやっぱりお腹にもかかわらず LINE だ、ショートメールだ、メールだっていうのいっぱい来ましたね。福山さん、もうそうですよね、僕もたくさんいただきました。久々にご連絡いただく方とかもいて、うん、なんていうんですかね、特に今年はちょっとこう世界情勢も緊迫した中での年越しでしたから、はい、こういうなんか歌の祭典っていうのが、まあ、ラブ&ピースっていうメッセージでしたけど、そのメッセージ以上に、はい、こうやって歌の祭典が1日行われるというこのこと自体が平和を象徴しているような、はい、そういう大晦日になったからっていうのでご覧になってくださった方々も多かったのかもしれないですね。そうですね。じゃあ行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとなんかいろいろなってますね。うん、じゃあすみません、ちょっとあの受けていただけると。何おはようございます。おはようございます。では紅白お疲れ様でした。明けましておめでとうございます。本日最終日よろしくお願いします。拍手。よろしくお願いします。杉山さんが通ります。あ、ゆっくり今ゆっくりと福山さんが会場に入ってきております。昨晩の素晴らしい桜坂を思い出させるかのような素敵な桜吹雪が今福山さんに向けて、桜吹雪の歓迎が行われております。よろしくお願いします。ゆっくりと、まあ、ゆっくりと福山さんが、じゃあ皆さん最終よろしくお願いします。そしてこれで終わりかと思いきや、今日のために用意されたスーパースターゲートに今福山さんがゆっくりと写真タイムです。ありがとうございます。写真 OK です。それではこのスーパースターエレベーターに乗って楽屋の方にご料理移動いたします。すみません、失礼します。こちらの、あれもう終わり。すみません、全然もう終わってない。ここにちょっともう仕事モードに。バニーガール。バニーガール。それまだ終わりに。終わりに。キツネダンス。それも終わりに。そっちかなと思ってたんだけどな。違ったな。じゃあ本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お知らせもろもろでございます。まずはですね、
2月の6日福山雅治の54歳バースデーを記念し、ファンの皆様からの CD 化を望む声が多数寄せられてきた最新曲あやかし光を収録し、さらにオンライン番組福山雅治の幸福キッチンで披露された弾き語り音源11曲を収録した2枚組 CD 作品をアーティストオンラインショップアスマートのみで限定でリリースいたします。到着は2月6日以降順次発送ということにさせていただきます。さらに特典があります。メッセージ付きアナザージャケット、何かっていうと、これ僕が年末楽屋で撮った自撮りです。そして音楽デビュー30周年全国アリーナツアーブルーレイ &DVD ザ・ライブ初回限定版の予約受付期間は1月16日月曜23時59分まで、1月16日月曜23時59分までです。ライブの方が16日で、CD の方は19日までということになっておりますので、お気をつけて。 CD あやかし光、そして、ザ・ライブともにですね、こちら、アスマート限定の作品プロダクトとなっておりまして、これ一般流通するものではございません。今回そういう形にさせていただきました。なので、各チャート等々には出現しません。はい、ライブ会場で売ってるプロダクツと同じように、なんかそういったカテゴリーにはそういったものになりますので、これが何かのミュージックチャートとかに登場するということはございませんので、そういったご認識でいただければと思います。よろしくお願いいたします。そして私福山がクリエイティブディレクターを務める長崎フォトフェスティバル長崎写真温故知新2022が開催中です。長崎を写真の街にという思いで、写真を通じて、皆さんが撮った写真を通して、この長崎を知ってもらい、長崎の魅力を再発見すると、そして長崎の魅力を発信していくと、いったテーマで開催しております。応募期間が、令和5年の2月9日木曜日まで。どうぞ送ってください。長崎フォトフェスティバル公式サイトをご確認ください。はい、草案にまた戻ってきました。はいはい、ね、もう新年感ないですよね。もう松のうちも明け、そうですね、もう春を目指してる感じですよね。今年は花見できんのかな。花見もそうだし、ちょっとご旅行の予定とかね、うん、なんかコロナになって改めてこう先の予定って、もう1年先の予定立ててなきゃダメだなって感じに なってないですか。あ、でもね、この間チラッと見てゴールデンウィークのあたり見たら、結構な宿埋まってんなみたいなのありましたから、うん、もうすでに、うん、なんかコロナがあって、いつになるか分かんないけど、もう予約取っとかなきゃっていう風な気持ちに世界中がなっただろうし、コロナがあったから、まあ言葉はちょっとざっくりしすぎてるけど、行きたいとことかやるべきことはやっとこうみたいな、そういう切な感もさらに加速しただろうからね、うんうんうん、どこ行きたいの、曽口さん。いや、私は、まあ、それはまた夏になったらハワイでも行きたいなみたいな、ああいう、あのいわゆる南国間のとこに全く行ってないの、こう何年間もっていう。そもそも海外行ってないもんね。行ってないですね。もうそして、あの円安をものすごい今日もう、あの身に浴びて高ーみたいな感じの。どうなってんだろうな、この14日頃って。ねえ、ラーメン屋さん3000円みたいな。それもう一回来ないかな、1ドル100円の100円切る。では来ると思うんだよ絶対。ただその円安によって日本経済が良くなってる場所もありますからね、企業によっては、ね、まあね、輸出ねされてる、ね、商社やなんかはね、もう過去最高らしいですね、ボーナスとかもすごかったとか言ってください。だつまりドメスティックだけじゃダメってことですよ、うん、どっちにも転べるようになってなきゃダメだ、うん、資産形成失敗してんな俺。あのエンディングから何の資産、資産形成のポートフォリオが良くないな。いやいや、まあまあ、まあまあ、では今週はこの後でそうですか、引き続きあなたからのメッセージをお待ちしております。地底人ラジオを検索してメッセージクリックです。地底人ラボやらね、いろいろありますから。そうです ね、ここまでのお相手は佐久間さん、福山雅治で R でした。ではまたセームタイムセームチャンネルでお会いしましょう。バイバイク、バイバイ。